赤いリンゴに唇寄せて、黙って見ている青い空。リンゴは何にも言わないけれど、リンゴの気持ちはよくわかる。リンゴ、かわいや、かわいや、リンゴ。あの子、良い子だ、気立ての良い子。リンゴによく似たかわいい娘。どなたが言ったか嬉しい噂。軽いくしゃみも飛んで出る。リンゴかわいや、かわいやリンゴ。朝の挨拶、ゆうべの別れ。愛しいリンゴにささやけば、言葉は出さずに小首を曲げて、ああ、明日もまたねと夢見顔。リンゴかわいや、かわいやリンゴ。歌いましょうか、リンゴの歌を。二人で歌えばなお楽しい。みんなで歌えばなおなお嬉しい。リンゴの気持ちを伝えようか。リンゴかわいや、かわいやリンゴ。はい、こんばんは。今夜もね、リンゴの歌を歌いました。2016年6月の28日火曜日の生存確認です。今夜もいつものようさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、どうもね。今日もリンゴの、いいね、この歌ね。はい、こんばんは。もう一回行こうか。リンゴの歌さ、いいね。これ、もう何年も前の歌だから、やっぱ名曲はね、のいいよね。いつまで経ってもね。そうよ、このリンゴの歌。有名な話ね。佐藤八郎さんは、原爆島から兄独特の雲を丸く、あの形からリンゴを想像して、この歌詞を作ったって言われてるからね。そんなことを思いながらね。原爆投下の雲、原爆雲とかよくあるね。あの形を見て佐藤さんは、この歌詞を作詞したんだよね。赤いリンゴに唇寄せて、黙って見ている青い空。リンゴは何にも言わないけれど、リンゴの気持ちはよくわかる。リンゴかわいや、かわいやリンゴ。あの子、良い子だ、気立ての良い子。リンゴによく似たかわいい娘。どなたが言ったか嬉しい噂。軽いくしゃみも飛んで出る。リンゴかわいや、かわいやリンゴ。朝の挨拶、夕べの別れ。愛しいリンゴにささやけば、言葉は出さずに小首を曲げて、明日もまたねと夢見顔。リンゴかわいや、かわいやリンゴ。歌いましょうか、リンゴの歌を。
二人で歌えばなお楽しい。みんなで歌えばなおなお嬉しい。リンゴの気持ちを伝えようか。リンゴかわいいや、かわいいや、リンゴ。はい、こんばんは。ふんころがしさん、こんばんは。ね。こんばんはね。どうかな、はいしんくん。今日もね、リンゴの歌を歌いました。どうでしょうか。ふんころがし三世さん、こんばんはね。どうもね。いつものようさりげではこんな風に配信してますよ。生存確認ね。今夜も早かった。ね、じゃあ今日も飲もうかな。今日もリンゴの歌歌いました。何のか今夜も同じに、今夜もいっぱい。今夜もこれ飲みましょう。いつものグラスに氷を入れてロックで。はい、こんばんは。ロックで飲もうかな。日本酒ね。まあ安いパックなんですよ。紙パックのお酒は安くていいな。底辺なんて、なんとかいい瓶とかで売ってるようでなかなか高いの飲みません、僕は。600円ぐらい、1000円足らずのやつのこれで。はい、乾杯。今夜もね、日本酒。いや、若いうちはね、やっぱね、ある程度行くとね、日本酒は飲みやすく感じるよ、ほんと。20代の頃は度数も弱いな、酒飲み慣れないこともあってさ、度数が弱いから、チューハイとかビールが飲みやすかったんだよね、炭酸系でさ。まあ、特に今の人はさ、まあ僕ら世代もそうだけどさ、炭清涼飲料とか慣れてからさ、炭酸はさ、それで飲みやすいからさ。ね。でもある程度年いくとさ、あの炭酸がきつくなってくんだよね。そう、炭酸以外で、アルコールとか日本酒に行く人もいると思うよ。そうよ。炭酸系ってね、結構ね、年いくとね、40ぐらいになるとね、やっぱりね、ちょっときつくなんだ、あれ。だからね、ビールよりかはね、こういった方が飲みやすいね。だからね、焼酎割るのでもさ、酎ハイじゃ、あれ、炭酸じゃなくてさ、お茶割りとかさ、そうよ。どうしてもね、ほんと、ある程度年いくとね、20代の頃、やっぱ炭酸はきつくなってくんだよね。それで、焼酎系だとお茶割りにしたりさ、日本酒とかに行く人もいるわけよね。僕の場合はそれ以外にもね、金銭的なもんだけどね、金銭的。ビール高えもん。高くて。ビールで酔おうと思ったら、あっという間に1000円超えちゃうもんね。これだったらさ、パックだった。これで税込みで600円ぐらいだもんな、あるプラスワンで。で、何日も飲めるもんな、これ結構ね。数百円でさ、なんか、ね。僕でも、過去飲むでも、これでも3日くらい、3、4、4日持てば、3日持つと思うんだよね。一日に3杯飲んでもさ、いいよね。ビールでもさ、高いから、ほんと。発泡酒もそうだよ、決して。発泡酒はビールでやるって言うだけでね、それ度数はさ、変わんないからさ。ね、あれでさ、それなりに飲もうと思ったら、それなりにお金かかっちゃうもんな。安い、発泡酒でいいのは、やっぱあれ、トップバリューいいね、あれね。トップバリュー、値上げしたとはいえ、あれ、参考缶で100円しないからさ。あれは嬉しいね、あれ、トップバリュー。サンクスの値上げしちゃってさ、もう100円超えちゃったんだもんね、サンクスのやつ。サンクス、なんだ、あれあったでしょ、なんだっけ。なんだ、名前、あれ、トップ、あれ、プライベートブランドね、値上げしちゃって、参考缶でも100円超えちゃったもんね、あれね。社員とかだっけ、あれね、だからもう、いいやってなって。ね、ダメだ。
トップボディはあれ8%くらいかな、なって、それに合わせても、まあ、なんとか90円だ、90円か、まあ、100円になってないもんね。あれはいいな。トップバッグはそれぐらいだと、駅前のグルメシティはさ、ろくなもんねえけど、スーパーとしてはしょぼいからね。あれなんだ、ダイエーが働いてさ、親会社がさ、え？あれし、出資してるところがさ、丸紅から4件になって、なおさらだよね。まださ、あれ、ダイエーホーナーそれだけあったんださ、今思うとさ、あれ、グルメシティの前の製粉この頃はさ、そこそこあったと思うの、まだ他の。でも今、なおさら今、生鮮品は品弱くなっちゃったもんね。でもさ、イオン系だからさ、でか、あれ、トップバリューのいっぱいあるから、あれ目当てに買うぐらい。ね、目当て。そうだよ、あれ、セール、もともと。あそこ、売り場小さいこともあって、もともと、もともとセールってできた当時は、酒売りもなかったからさ、他の売り場削ったからね。だからどうしてもね、生鮮品の売り場が狭いんだよね、あそこね。グルメシティのとこね。狭い、あそこ。ね。だからどうしても売って扱って生鮮品、生鮮品買うんだったら普通のマキアココス中村とかね、あいつああいうとこね、いいね。まあ赤札はまだでかいからこそ赤札とね、日用雑貨は上と完全に分かれてるからね、あそこ1階フロア全部生鮮品だから、あそこでかいからまだいいね、売り場がある分ね、赤札とかね。今日は行かなかった。もうやるもんね。じゃあ、今日のつまみもつこうか。今日のつまみ。今日も日本酒ロックで。いつも、安い日本酒は三層、どういう意味それ？ふん転がし三世さ。安い日本酒は三増し酒？三増だけ。なんて読むんだろう。三増しって読むかな。ちょっとよかったら、教えて。じゃあもう。安い日本酒は三蔵酒？三九酒とか言うけど、何だろう、分からん、三蔵酒。三蔵酒っていうのかな？なんだ、どういう意味でしょ、それ。僕いつもさ、2リットルとか1升で、1.8か2リットルで、大体1000円以内、普通。で、これ特別、プラスワンで特売だったんで、500円台だった、これ。普通の清酒って書いてあって。で、だから税込みの600円ちょっとか。安かったこれ。特売の時買って。プラスワンショップっていうのはあれ、町田にある量販店ね。三ビギョーズ、三ビギョーズ、醸造アルコールから、そうなんだ。でも、ほとんど醸造アルコールとほとんどあるよね、やっぱ。ね、ほとんど。そう書いたね。米麹、醸造アルコール、糖類、三ビギョーズって、原材料。あ、その通りだね。書いたね。書き込むと、あら、本当だね。ね。ね。醸造アルコール。ね。いいかな？ね、通る三味料ね、見えながら。ほら、こんな感じ。でもほとんどね、ほとんど僕買うわ、全部そうだよ。醸造アルコール入ってるよ、みんな。醸造アルコールって。よほどでしょ、よほど蔵元行って作りたて以外はある、入ってるみたいよ、醸造アルコールって。普通に買えるの。よほどお金持ちでしょうね、いわゆる。ね。たとえ六本木ヒルズような、ああいうとこ住んでるような。成功した人とか買うようなお酒でしょうね。僕が行くような店にはさ、とかスーパーにはさ、みんな醸造アルコール入ってるからね。見たって。そうなん、いやいや、そうなんだ。だからそうでしょうね。僕みたいな底辺の人が買うのはみんなそれ入ってる。だ、僕の手が出ない、そんなの。醸造アルコールの入ってないお酒なんか。手に入んない。普通のそこらのよくあるスーパー、小売店ではね、みんな日本酒って醸造アルコールあるよ。みんなその醸造アルコール。あ、そうだよね。3ミリを重ねるかもしれない。そうだよ。それはそう。してたら僕も、今ほとんどの酒醸造アルコールと、今日バンニング聞いたことあるもん。あ、3ミリをと、そうです。そういうことか。それならわかるね。醸造アルコールとほとんどあるもんね。そうですよ。その転がしさん、それもわかるでしょ、あれ。今、どんなお酒にも大抵ある、入ってるもん。醸造アルコールって。それないの方、まずないの。こうやって見るとさ、原材料に見たら、大抵どのお酒にも日本酒にはね、醸造アルコールってあるからね。あ、三味料とか三味料か。それならわかるからね。
まあ、しょうがない、もうお金ないからこれ。本当の酒だ。あ、じゃあ、今日のつまみ持ってこようか、今日のつまみ。今日はんぺんと焼き豆腐煮たやつだ。今日はんぺんと焼き豆腐を煮たの。今日はんぺんと焼き豆腐の煮たやつだ。簡単にちょこっとね、こんな感じ。今日はね、はんぺんと焼き豆腐、ちょっとクリアですと焼き、醤油と塩で、はんぺん前に含めた感じね。あれ、鶏皮をね、昨日だっけ、鶏皮湯がいた後の汁でさ、あれでね、ちょっと揚げ付け、醤油とか入れて揚げ付けて、あれ、はんぺんと焼き豆腐煮ました。それ、これはんぺんだ。で、コップ、お酒。鶏皮湯がいたやつ、あれ洗っていつも通り、あれ冷凍庫入れといた。今度さ、アウトドアで持ってこうと思ってさ、もう湯がいて、それでね、だから今日は食べない、鶏皮。今度アウトドア用にね、鶏皮湯がいて、いつも通り、ザルにあげて、水洗いして、でかいの適当に切って、ラップにくるんで冷凍庫入れてある。アウトドアに持ってくからさ、今度登山しようと思うんで、登山とするからね、今度ね、前に昨日も言った雲取山。今度の土日休みだったら、雲取山登りに行こうと思って。雲取山。東京都の最高、一番高いやつね。最高評価ね。2000ちょっと行こうと思うんだ。いろいろなんだけど、やっぱ奥多摩の方が登ること決めた。奥多摩にしよう、やっぱ奥多摩で。奥多摩の方が一般的みたいだからさ。ね、将来の奥多摩。まず奥多摩から登って、そこの上でね、ちっちゃいウッドストーブで焚き火でもやろうかなと思ってます。この焚き火の炎でちょっと炒め物なんかやってさ、いいよなと思って。考えてる。リクサダのちっちゃいウッドストーブで、うまい。はんぺんうまいね。多分はんぺんと、はんぺんと焼き豆腐を煮たやつね。その鶏皮を湯がいた汁、あれもったいないからさ、あれ以上なんか煮物するの。今日はこれだ。鶏皮を煮たあの汁で、あいつつけて、焼き豆腐とはんぺん煮ました。焼き豆腐これ60円だった、これ半額で。まあ、ああ、うまいね。ほんと、半額だろうね。鶏しか買ってないの、肉最近ね。昨日は鶏も買ったでしょ。焼き豆腐も。豆腐の中で高い。まあ、煮たりするのはやっぱいいよね。ぐね。普通の豆腐よりか高めだけどさ。半額でも60円だもんな、これな。だったらさ、でもまあ、そう高いもんじゃないから、ちょっとね、煮たりするのちょうどいいよね、焼き豆腐ね。
まあ、手足豆腐つまみにお酒。いわゆる煮込み的なやつだな。でも本当女の子って可愛いね、今ね。また言ってくるさ。誰見ても可愛く思えちゃう、年頃の女の子。誰見ても可愛いな。30そこそこで見ると可愛いと思うんだって。例えばさ、ダウンタウンの浜田さんの子が可愛いもんね、いつも思うあのね。可愛いあの子ね。なんだけど、まあ、浜田さんの奥さん。どうするしちゃった。可愛いよね、あれね。ねえ。でも僕は確か年上なんで何歳か。まあそんな離れてないけどさ。ねでも可愛いなと思って。ねえ、可愛いね、あの子ね。あと、茂木隆史里も可愛いよね、あれ。まあ可愛くて、まだ40代だもんな、あれ。まだね、可愛いね、あの子もね。まああれはタレントさんだけどさ、タレントさん以外でもさ、本当にみんな女の子可愛いよ。例えばさ、普通の、霊気打ちやってる女の子でもたまに若い子いいんじゃん、30ぐらいの。うわぁ、可愛いと思っても。どんどんね、思っちゃう。この間ってさ、あれ、ジーンズメイトの店員の可愛かったもんな。あの子多分、働きそこそこだと思うんだ。うん。もっと若い子だった。ジーンズメイトの。北千住のあそこ、ジーンズメイトね。うん。ジーンズメイトってあそこいいよね、あそこ。24時間やっててさ、都心はさ。うん。これね、アイス豆腐。あ、今度ビロックンで焼き、木炭です。焼き豆腐やってみようかな。普通の豆腐で、普通の木綿豆腐で焼いて焼き豆腐。うんねえ。はんぺんね、これははんぺん。はんぺんって焼き豆腐を煮たやつですから。タブーかもしれないけど、かなりできたこと、うん。どうでしょうね。タブーじゃないよ。ないよ、僕、ないですよ。もう人付きはできないから。できないよ。ないよ。うん、ないですよ。ないですよ。うん。タブー分かった、ふんころがし賛成さん。知らないと思うけど、タブーはありませんから、好きなこと書いていいからね。好きなこと書いて、もう好きなように話してるんで、書き込みも好きに書いていいからね。うん。分かった？うん。彼女できたことは、彼女って言っていいのかな？分かんない。うん。もうお金持ってないから、結局、こんな見てくれてお金もないからさ、できようがないよね。お金ないからさ。別に一人でもいいよ、別に。一人で楽しいから僕は十分よ。うん。うん。分かった？うん。彼女ができたことは、別にタブーじゃないからね。以前いたけどさ、うん。でもどうだろう、実際なんか。結局僕はお金使わないと怒るんだよ、結局。お金目当てっぽくって。だから彼女って言っていいのかなって、その人のこと。うん。結構なんか買ってほしい、怒ってほしい、怒ってやったり買ってやるといいんだ。何も使わないと。だからもうそういうの。だから僕、遠遠く人だから。金使わないとさ、すごい気分が悪くてさ、嫌だったあれ。
あれだから彼女じゃないと思う、結局、金のやつだったんだろうな、結局僕の話見て、そう思って今思うと。僕全然金ないからさ、本当に。そんな年中何度買い当たる、買い与えてあげることできないんでね、彼女がいたって。だからいなくたっていいや、別に。金ないから僕は。生きるだけで精一杯。死ぬまでは生きていけないしょうがないからさ、まあ、昨日も言ったようにさ、死ぬまではいつまでもさ、ほっといても生きるためにある程度飲み食い必要だもんな。それで精一杯なわけ。それで死ねばいいやと思って、どうせいつか死ぬんだから、気軽に行こうじゃないか。どうせいつか死ぬんだから、まあ死ぬまではさ、食いつないでいくためにある程度お金必要だもんな。 そうよ。これでいいのよ。あ、はんぺんはいいね。はんくれはんぺんね、これ。あ、うまい。わ。あ、サラミさんどうもね。今日は焼き豆腐と、これ焼き豆腐、みかの焼き豆腐と、はんぺん。これ焼き豆腐ね。はんぺんを煮たやつ。とコップ酒。わかった？じゃあ最後の一杯いこうか。コップ酒。いつものこれ。パック酒です。はい、乾杯。じゃあ最後の一杯ね。わかった？はんぺん。うまい。あとは焼き豆腐。あと焼き豆腐だね。これだけだ。焼き豆腐もいいな。あ、今度普通の木綿豆腐買って、ビールを組んで炭火焼きの時に、焼き豆腐やってもいいかもしれないね。やってみよう、今度ね。こんな感じの一日でした。いつも通りね、こんな感じ。勝彦さんにタブーはありませんからね。タブーはないよ、タブーは一切ありません。好きなこと書いて、まあ書くす、まあ見る人も少ないからね、どうせ。でも関係なしに自己満足でやってますんで、自己満足、生存確認の一環で、こんな風に、今日もね、リンゴの歌を歌ってこんな風に飲んでます。安い酒、本当安い酒。2リットルで600円、税込みで600円ぐらいだからね、これで。本当安い酒です。でもこうやってまだ44まで来てくれたんだもんな。嬉しい、嬉しい。そう、眉毛ふさふさよ、あれ。眉毛ふさふさ。豆腐うまいよね。こんな感じでやってます。いつものようにさりげなく。まあ、スティックもあるか、あれば、ある限りはスティックも中心にやっていきたいと思います。スティックもいいとかいいわね。あれ自分でさ、あれ、あれなんだっけ、ハードを使わなくてもさ、こう向こう側に登録して向こう側で保存してくれるからさ、それが嬉しいんだよね。今度の登山の時はさ、ちょっと県外だから、雲取山。
だからローカルで、この耳の音をローカルで録画して、それを YouTube にアップしようと思うんで、多分生配信できないと思うんで、登山の時はね。まあ、もう登ってたら当然できないと思うよね。あれ、確かね、あれ、電波が入るのはね、あれもう、あ、西武線のさ、あれ、西武基地部やめたって言ったよね、あれ。奥多摩行ったり、奥多摩の方から登るからさ、奥多摩駅の周りだけだから入るの。あとはもう県外なんで全部。かなりの県外、ありがとうね、うん。だからね、その、まあ、ノートパソコン、まあ、パソコンだったらそこのさ、内蔵のさ、保存領域で、この、あるでしょ、カメラアプリとカメラで、内蔵カメラで録画して、それで YouTube アップしようと思うんでね。今度のアウトドア動画はね、綺麗だと思うよ、あれ。うん、あれ、配信、いつも YouTube に上げてるのはさ、配信サイトでやったやつを、あれ、落としてやってっからさ、多少ね、配信サイトだとその時のネット環境によってさ、多少、画質って落ちるんだよね。でもこれはローカルだからさ、それほど起きないと思うんで、多少綺麗だと思う。うん、ローカルなんで。今度は、雲取り、予定としては雲取り、今度あげるアウトドア動画の予定は、雲取山の山頂で焚き火ですね。そんなやつ。雲取山楽しみだ。雲取山。もう決めた。うん。昨日はさ、西武新宿の方から登ろうから、西武じゃなくて西武線で、西武秩父の方からかなと考えたけど、いろいろ見たらやっぱ、奥多摩良さそう、初めてだからさ。まず奥多摩の方から、鴨沢口から登っていこうと思います。うん。登って、頂上で。いや、多くの人はさ、途中の1800ぐらいの奥多摩小屋でさ、テント張る。僕はそこは、頂上で張ろうと思います、頂上。で、よく見て、動画で昨日見たんですが、奥多摩の1800ぐらいのところの奥多摩小屋のところでテントを張って、で、室内の道具を置いて、そこから頂上を目指して降りてきて、いろいろ見た結果、で、降りてきて、奥多摩小屋のところで一泊して帰るみたいね。あ、それもいいかなと思った。どうも。頂上も一回行ってみよう。まあ、最初は頂上一回行ってみようね。今度は頂上、あれ、奥多摩の、あれ、雲取山の山頂もね、あそこ、テント泊できるから500円で。その途中の奥多摩小屋でも500円ですけどね。で、うん。最初だから山頂まで行こうと思って、歩いて。そこでね、テント泊して、ちっちゃな焚き火台。ウッドストーブでね、焚き火して、煮焚きして、過ごそうかなと思ってます。外で飲むのうまいもんな。今度山だからな。着替え入れなきゃ今度着替え。今回うまくいったらね、冬も行ってみたら冬の雲取り山。冬。できればさ、年末年始の休み使ってさ、30、31日で2泊3日ぐらいで行ってみたいなと思ってる。うん。あ、冬場はいいか。だから、30日に登って、ね、登るでしょ。で、3時で、年越して、元旦で降りてきて、年明けで、奥多摩の駅の近くの石川キャンプ場で、普通のよくあるキャンプも、それもいいかもしれないね。うん、いろいろ、まあ、先のことだから。燃料だから、石川キャンプ場で巻き帰るからさ、そこで。うん、それも考える。アウトドアが大好きで。うん。久々登山やると、あれ、バックパック全部し背負って。まあ、鳥皮も持ってく準備できてるからね。もうあれ、焼き豆腐と、はんぺんのいたのを美味しくいただきました。で、今飲んでます。ああ、今日はこの辺で終わろう。そう、かなりのイケメンよ。うん。イケメン。イケメンのコップ酒ってやつ。いわゆるイケメンのコップ酒ってやつ。かなりいいでしょう。うん。
髪型さっぱりしてるもんね。すごいさっぱりしてる。ね。今日はこの辺で。ではまたね。おやすみなさい。今日はこの辺で。おやすみ。ではまたね。おやすみなさい。サラミさんとふんころがし三世さん、おやすみなさい。ではまたね。終わります。いいかな？終わるよ。終わります。